2022年公開の中で一番泣けた映画は余命10年じゃないでしょうかね。やっぱね、これは今年の映画ベスト10、28日の夜8時からですね、 YouTube ライブ、映画の YouTube ライブによってですね発表しますけど、まあ、余命10年も結構上位に入ってまして、私小松菜奈が大好きなのでね、小松菜奈推しなんで、それもあるんですけども、この病気ものっていうのももう感動ものの鉄板で、もありとあらゆるパターン作られただろうというふうに思っていたわけですけども、まあここに来て余命10年という映画が出て、余命10年ってどういうこと、普通余命半年とか余命1年なんですよね、まあ、結構徐々に悪化する、まあ、病気なわけですけどね。だけど、じゃあ10年後に死ぬというふうに思って生きるっていうこと、どういうことなんだと、前向きに生きられるのかと、結論から言うと、やっぱり今を生きるしかないんですよね。今日生きるしかないんです。今日楽しく生きるしかないんです。今日楽しく生きるためにはどうしたらいいかっていうと、それは支える人であったり、寄り添う人であったり、パートナーであったり、恋人であったり、そういった人がいないよりはいた方が絶対今日という日を楽しく生きるということができるわけですね。なので余命10年を見て、やっぱり一瞬一瞬の時間の大切さというものをすごく感じられますよね。だからそれっていうのは別に余命10年じゃなくて、みんな我々もそうで、私たちもいつ死ぬかわからないわけですから、それは余命30年か余命50年かもしれないけども、明日ひょっとしたら何かで事故かなんかで亡くなる可能性もあるわけだから、今日一日を精一杯やれることをちゃんとしっかりとやって、前向きに自分と向き合って生きていく、そして他の人とつながりながら支え合いながら生きていくってことが、やっぱり一番幸せになるオールマイティな生き方だと以前から私は思っていたんですけど、改めてこの余命10年という、もしあなたが10年後に死ぬとしたらどうしますっていうこの設定を自分なりに考えてみたときに、やっぱり今日一日をしっかりと生きていくということしかないなということを、改めてこの余命10年という映画を見て思った。まあいきなりこの映画の余命10年の一番ファーストシーンで泣いちゃったんですね、このね何も悲しくないです。坂口健太郎君と、まあ、小松菜奈さんが、まあ、恋人同士になる話で、そこでなんか居酒屋かなんかで出会うシーンなんだけど、小松菜奈が余命10年で亡くなるってのはもうすぐ分かってるわけで、見る前から分かってるわけだから、ああここで出会うけど、この二人はもう最終的にもう別れてしまうんだっていうのを思った瞬間に、ファーストシーンからボロボロボロって泣けてしまったっていうのが余命10年でございますけどもね、ぜひ見ていただきたいですね。これは今という、私がよく今を生きるっていうのがカバさんの座右の銘ですけども、まさしくその今を生きることって、じゃあ具体的にどういうふうに生きたら幸せなのってことを改めてね感じさせられる作品でございます。これはすぐ泣けます。10回以上泣きましたね。ボロボロボロカス泣いた映画として記憶しています。これからお正月とか少しね時間、お正月休みとかあると思うので、皆さんの映画鑑賞に役立てていただけたら、今まあ Amazon プライムとか Netflix で見られると思いますので、ね、ぜひお正月に感動するということはいいと思いますね。感動するっていうことは、ある種そういう何かしらのものを消化して外に吐き出してる、泣くというのはストレス解消にいいです。映画で泣くということはもちろんすごくいいことなんで、ぜひねそういうふうに映画というものをうまくストレス発散の手段として使っててほしいなと思います。読者が選ぶビジネス書ランキング2023に樺沢の言語化の魔力がノミネートされました。この読者が選ぶビジネス書グランプリ2023ですけども、これはタイトルの通り、読者の皆さん、つまりあなたの投票で順位が決まるというランキングなのでございます。ぜひですね、皆さんの清き一票を言語化の魔力に投票してください。言語化の魔力は自己啓発部門というところにノミネートされておりますので、ぜひぜひあなたの清き一票お願いします。締め切りは1月9日までなので、ぜひあなたの清き一票を言語化の魔力にお願いします。備考欄の URL から投票してね。